先生に習ってると題材は先生がこう指定してきますので、知らないうちにこう自分の領域がこう広がってきてんだと思うんですね。森実邦明です。日本語の教師をしております。山登った時に簡単にスケッチをして写真を撮って、それでうちでゆっくり絵を描くと、それが一番好きな趣味で、記録記憶ということだと思うんですけれども、で山を描きたいなというところから先生について勉強を始めたのが最初です。禁煙しまして、30年になります。タバコを吸ってますと着ている背広とか服にタバコの匂いまでついちゃうんですね。家のものには嫌がられましたですね。タバコを吸うことによる僕以外の他の人のこう迷惑というか、だんだんこう周知されてきましたので、あ、これは早めにやめてよかったなと